せーの。ハッピートイチャンネルへようこそ。こんにちは、ハッピーパパとハッピーリュウくん。はい、ハッピーリュウくんはちょっと今外れてます。で、ハッピーリュウくん、今日は何を紹介してくれるんですか？そうですね、このですね、プロトマイティアクション X ガシャットを使って、仮面ライダーゲームに変身した、このゲームですね、映ってますね、こちらの方のゲームと、あとこちらの方の緑のですね、バグスターだっけ、グラファイトがですね使用している変身パッドデラックスガシャコンバグバイザーを今日は開封、あと音声紹介の方までしていきたいと思います。で、このデラックスガシャコンバグバイザーは、仮面ライダーエグゼイドのですね、デラックスガシャコンシリーズの中で、まあ、5番目のものになります。こちらのがガシャコンブレイカー、ガシャコンソード、ガシャコンマグナム、ガシャコンスパローのですね、の次に出てきたですね、11月26日に、発売されたガシャコンシリーズになります。ではですね、開封の前にちょっと箱の方を見てみましょう。こちらが、まあ、正面から、見たですね、箱になります。箱正面から見たところですね。ゲームが載ってて、でグラファイト載ってて、ビームガンモードでビームが思いっきりビーってこう出てる状態ですね。で、色としては紫色、まあ、ゲームのですね、トレードカラーになってますね。でこちらの方が、まあ、チェーンソーモードの方が載ってます。で横がグラファイト、こっちがゲームが載ってます。で上箱がこんな感じですね。はい、各モードの、が載ってます。あとはグラファイトとゲームも載ってますね。はい、で後ろがこんな感じです。ちょっと一つずつ見てみましょう。1番目、グラファイトがバグスターに変身、 A ボタンを押して変身待機音が発動するということですね。で、グリップパーツを取り付けて変身音が発動します。で、インフェクション、レッツゲーム、バッドゲーム、デッツゲーム、ワッチゲーム、ザ・バグスターというふうな感じで低い声で鳴ると思うんですけどね。で、こちらですね、2番目、ビームガンモードで攻撃、 A ボタン側にグリップパーツを取り付けてビームガンモードに変形、チュドーンというふうに、音が鳴ります。で、 A ボタンを押してビームを攻撃音、 B ボタンを押して、スペシャル攻撃音が発動します。で、3番目、チェーンソーモードで攻撃、 B ボタン側にグリップパーツを取り付けてチェーンソーモードに変形、ギュイーンという風に、ここのですね、チェーンソーが回転しているような音が流れるみたいです。で、 B ボタンを押してチェーンソー攻撃音、 A ボタンを押してスペシャル攻撃音が発動します。ということで、こちらを今から開封していきましょう。では、ハッピーリュウくん、開封お願いします。さあゆっくり開けていってみよう。おー、出たー。はい、ハッピーリュウくんも、帰ってきました。はい、で、これが箱ですね。出してみましょうか。じゃあハッピーリュウくん、どうぞ出してみようか。本体から入れてみようか。リュウくん、ちょっと待ってね。そう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 、はい、じゃあちょっとハッピーリュウくん見せて。はい、おお、すごい、ちゃんと画面のところがペラーンで貼られてますね。こちらがビームガンモードで、こちらがチェーンソーモードになってますね。ほんと濃ゆい紫色でかっこいいです。で、裏側の方がですね、ここがあのジョイントですね。おそらくこれをこうやって、あれ、向きが違う、こっちかですね、これでつけられます。で、外すときはここの紫色を押して外して、向きを変えて、あれ、よし、入りました。で、こういう風にしてビームガンモード、
チェーンソーモードっていう風に、チェンジいきますね。はい、じゃあハッピーリュウくん、ペラーンいきましょうか。はい、どうぞ。ペラーン、はーい、完了。では電池カバーを外して電池を入れてみましょう。ハッピーリュウくんどうぞ。あれ、お、上手上手。うん、取れた。では電池カバー取ってみましょう。電池カバー取ってみて。はい、では単4電池2本入れてみます。はい、単4電池2本セットしました。蓋カバー閉じます。お、いいねいいねいいね。そう、ぐるぐる回してキュッと閉まるまで。はい、電池カバーセットしました。電源入れてみようか。どうぞ。怖いね。電源はですね、こちらの方になります。もう一回ちょっと入れてますね。なんかもうザ怪人の声っていう感じですね。ではガシャコンバグバイザーでグラファイトバグスターに変身してみましょう。はい、じゃあお願いします。おお、怖っ。はい、今ハッピーリュークの方がしましたけど、 A ボタンを押して変身待機音が発動しましたね。でグリップパーツを、取り付けることで変身音が発動しました。まあ何ですかね、ほんと怪人のような声で、インフェクション、レッツゲームバッドゲームデッドゲームワッチャネームでザ・バグスターっていう風になりましたね。じゃあ次なんですけど、ビームガンモードで攻撃しましょうか。チュドーンという風になるみたいなんですけど、はい、じゃあ鳴らしてみようか。ではビームガンモードで攻撃しましょう。ここですね、のとこに刺します。よいしょ、あれ、電源が切れてました。ここですね、もう一回刺します。よいしょ、おお、チュドーンで、この A ボタンを押すとバン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 。次はですね、ビームガンモードで、これですね、 B ボタン押してスペシャル攻撃音を発動させてみましょう。はい、お願いします。はい、じゃあお願いします。なんか液体のようなものが爆発するような音がしました。はい、ということで今のがまあビームガンモードでの、攻撃、このトリガー、グリップパーツですね。グリップパーツをつけると、チュトーンってなります。で、A ボタンを押すと、A ボタンを押すと、っていう風な音が流れて、はい、B ボタンを押すと、という風に、スペシャル攻撃音が発動します。では次、チェーンソーモード行ってみましょう。チェーンソーモードへお願いします。外して、おお、なかなか、おお、ガッシュン。はい、外れて、おお、ギュイーンになりましたね。ギュイーンになりましたね。じゃあ次は A ボタン押してみましょう。はい、じゃあハッピーリュウくん A ボタン押してみようか。うん、あら、こっちがスペシャル攻撃音になるわけですね。 A ボタンと B ボタンが逆になるわけですね。 B ボタン、じゃあごめんなさい、押してみましょう。はい、 B ボタン押して、おお、もう一回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 。チェーンソー音すごいですね。もう一回、じゃあ A ボタンでスペシャル攻撃音をやってみましょう。やっぱりなんか途中液体の音がしますね。では次なんですけど、通常のまあガシャコンシリーズであれば、ここのですね、ガシャットを装填するところで、というふうに決め技を使うことができるんですが、このバグバイザーではどうなんでしょうかね。こちらの方に、刺すところあるので、まあ、せっかくなのでプロトマイティアクション X ガシャットを使って
何もなりません。うん、何もならない。パッドモードでしても何もならないですね。ビームガンモードだったらどうなんですかね。特に変わらないですね。チェーンソーモードだと、チェーンソーモードでも変わりはないですね。で、今バグバイザーパッドモードなんですけど、こちらの方の、グリップつけて、ビームガンモード、チェーンソーモードの方にもしたんですが、ここガシャットをですね、差し込むところにガシャットを装填しても必殺技は発動しませんでした。まあネタバレ的な内容になってしまうんですけど、まあこれがですね、まあちょこちょこ流れたいんですけど、ベルトみたいにっていうかベルトになるらしいんです。おそらくここのところにまあベルトがこう来てでなると思うんですけど、ここのところまあなんですかね、ちょっと出っ張りがあるので、これ両方押すとちょっと何かが起こります、正直。はい、ということでですね、ガシャコンバグバイザー、謎を残したまま、今回ですね、開封音声紹介を、させていただいたんですが、まあ外装もですね、かっこいいです。で、今までのですね、ガシャコンシリーズと違って、まあ、このパッドで変身もできるし武器にもなる。で、音声もという風に、ちょっと今までのですねガシャコンシリーズとは音声が違って、もう本当バグスター寄りのガシャコンになってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。ガシャコンシリーズとしては5つ目のガシャコンシリーズ、の開封&音声紹介をさせていただきました。まだちょっとしっかり遊びきれてないので、またあの何か見つけたら、動画の方でアップしていきたいと思います。いつもハッピートイチャンネルご視聴していただいてありがとうございます。チャンネル登録もしていただけるとありがたいです。では今回ですね、デラックスガシャコンバグバイザーの、噛みますね、開封と音声紹介の方させていただきました。以上です。